皆さんこんにちは、こんばんは。アルビレックス新潟応援チャンネルのゆうのです。初心者にもわかりやすいようにアルビレックス新潟が好きになってもらえる、知ってもらえるチャンネルです。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。今日は松橋力蔵監督新体制の会見で言った2つの言葉と J リーグニュースを話していきます。松橋監督は2022シーズン中はサッカー以外の時間は読書時間に当てていたみたいですね。知らない単語が出てくれば調べ、面白そうだと感じた事柄については関連書籍を購入していたみたいです。読書家で知られる早川文也選手と堀米雄斗選手のそれぞれかの本棚見てみたいです。2つの言葉とはロングラン病と、もう一つはコンフォートゾーンです。松橋監督の言葉を話していきます。この体制の我々のスタイルというものはアルベル監督からのスタートで、我々が昨年の良い結果を出たけども、何よりも僕らはそのスタイルを称賛されたというふうに感じ取っています。それをやはり今度続けていくという中で、私も新潟になります。そして3年目、さらにもっと長い選手も言った中で2つのことを話しました。で、1つはそんな病名があるのか分かりませんがロングラン病という、もう1つはコンフォートゾーンという話をしました。両方とも単純に言うとマンネリ化です。やはり長く同じメンバーであるということの予算もあれば、やはり一歩間違えればというようなことはサッカーの世界だけに限らず組織の中では起こり、もう一つはコンフォートゾーンズの観点と安定思考、安定した自分の領域からの脱却不足をしなければいけない。なので自分の安定した自分の心地よい自分のできる範囲のことだけをやっていたらそれは変わらないし、逆に言うと停滞後退だというような話をしました。ただ私は今言っていることとチームに話をする中では逆行しているところがあるということも思ってます。ぜひ残ってほしいと、今いる選手の中で残ってほしい、プラスもちろん補強していく上で、ある程度いろんな候補の中から私たちが自分たちが一番最初に挙げた選手が補強できているので、これをいかにこれからの活動にの中でしっかりと向き合っていくかというとこをしっかりと頭に見ながらやっていくということが、さらなる本当飛躍、それと我々がこれから進んでいく、さらにやはりもっともっと、さらに我々のスタイルというものを高めに持っていく、強化させるということにつながるというふうに思っています。松橋監督の言葉はすぐに理解でき心に響く言葉なんですよね。 J1 の舞台でも安心して見ていられますね。